皆さんこんにちはお客様よりお客様の利益を追求する振興産業がドライバーの研修のためにお送りします今回はバックホーの積み込みにじめ方法について説明していきたいと思います準備する道具はチェーンブロックです積み込みバタ板をバックホーの車輪の幅に合わせ積み込みます 積み込み終わったら、セルフを下げます。バック方のブレードとバスケットをバタ板の上に乗せて固定します。バック方の両方のキャタピラーに、チェーンブロックで2箇所ずつにじめします。バック方の両方のキャタピラーに、チェーンブロックで、 2箇所ずつにじめします最後にチェーンブロックが全部で4箇所できていることを確認し終了ですユニック社セルフ社の運搬回送のご注文お待ちしております会社のホームページは QR コードから電話でのお問い合わせは086-241 0888までお気軽にお問い合わせください同時にドライバー正社員も募集中です新興産業がお送りしました